えー、皆さん、こんにちは。ニュースチャンネル長谷川由紀郎です、えー。今日は高橋さんと2人会です。高橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。今日は中国の話やりたいんですけども、もうご承知の通り、不動産バブルがまあ崩壊しましたと、まあ、言われていると、それからあ物価も下落してますということで、バブル崩壊。 それからまあ景気後退、それからデフレ、これが全部同時で進行してんじゃないかということが、まあ、今ま、あまあ見られてるし、まあ、私もそういうふうに見てるんですけど、高橋さん、まずこの現状をどういうふうに見るかっていうところをから、ちょっと話していただけま,すかまずねあのその、バブル崩壊ってみんな簡単に言うんだけど、あの意外にこのバブル崩壊っていうのを確認するのが難しい。 っていうのが、まず私、一番最初の、一番最初のところから、ちょっと、えっとね、結構、これを読み解くのは大変だっていう意味で、結構、闇が深いなっていつも思うんですよね。で、まあ、先進国で普通だったら、例えば、あれだよね、リーマン・ショックなんかだったら、リーマン・ブラザースっていうのは、破産法の、米国破産法のチャプター11っていうののに申請があって、それで、それをえと裁判所が。 あの、注意して、それで、ここは破産ですって言って、そこからいろんな話が出て、これはバブル崩壊ですって話になるわけ。うん、まあ日本の時もみんな一緒なんだけど、だからそういう時に、あの、でも、中国の場合は破産法制があるんだけど、なんでじゃあ、あの、恒大がアメリカで、あれですよね、うん、破産申請したのかっていうところなんですよね。うん、本来だったら、あの、中国でやんなきゃいけないのにね。 おかしいよねと。うん、で、だからそれはだから、その、それで、広大は、あの、アメリカで破産法の申請、これ15条なんだけど、うん、これアメリカ企業じゃなくて、うん、外国企業の対象なんだけどね、そこにやったんだけど、うん、でも一方で、破産してませんって平気で言ってるんだよね。うん、俺はわけわかんないよね、<laughs> 絶対にね。だから、ここに、すごい大きな闇があって、っていうことだから、うん、それその一番最初の、議論の一番最初のところを、ちょっともうちょっとね、うん、あの、深めないと、なかなか、この、うん 中国の実態なっっっててて正直って思ってるんですけどねなるほど。あのな,な,なぜわからないかっていうと、だって今回だってあれでしょう、アメリカのチャプター、えー、っとなんだっけな、15かな、十五条かなんかの適用でしょ、確か。ああ、そう、うんアメリカ。アメリカの破産法で申請して、それで、なんか、広大自身はね、いや、これは破産手続きじゃないって言っ,ちゃ言ってるんだから、わけわかんないよね。<laughs> そうだよね。は だからあれは、あれだよね、アメリカの、えー、と資産を保全するためにやってるだけなんだよね。だから、それとは普通はどう,どういうふうになるかっていうと、まああの、ちゃんとしたバランスシートっていうのがあって、貸借対照表があってね、そこでね、うん、資産と負債を見て、まあ、ざっくり言うと負債が大きくて、資産が小っちゃい、ここで債務超過っていうんだけどね、うん、こういうのが数字でに分かったら、普通債権者はもう、こんなのあれだよね。 あのそこに債権持ってる人がいてもいたってはいられないから、うん、要するにあのとにかく事業をある程度コントロールストップ究極ストップなんだけどね、うん、そういうふうにあの裁判所にみんな申し立てるわけよ、うん、そうんで,で裁判所の方はそれを、うん、まあこういうのは貸借対照対表ってバランスシーとかあるんだったらこんなのあれだよ、ね、早もん放っとくと早もん勝ちになっちゃって資産取り合いになるからもう大変になっちゃうからそこで、うん 実は裁判所は認定して、これでいろんな、あの、活動とかそういうのはこういうふうにしましょうって、全部そこで一応いろんなものが止まるんだよね。うんうん。それが普通の手続きなんだけど、うん、実は中国ではその破産法っていうのはあるんだけれど。これね一応あるんだ。ある、ね。でね、うん、私ね、ほら、一応これ、ほら、私、不良債権の専門家だって知ってる <laughs> 知ってるよ、もちろん。<laughs> 日本の。 ちょっと、ちょっと専門家でさ、だからさ、あの、町銀とかさ、日産銀なんかの学識承認にもなったくらいなんだからね。ああ、うん、もうそれはあの財務省の中でものすごい超専門家だよ。だからさ、あ,<ー>あの、中国政府もそれ知ってたからさ、<ー>私さ、中国政府にも呼ばれて行ったことあるし、<ー>それで、それで中国の人と話聞くと破産法があるのはあるんだけど、うん、ちょっとびっくりするのは、 じゃあでもバランシートどがない破産というのはあるんだ。あ,あるんだよそれでね、だからね、バランシートないから実は認定ができませんというのが一つの言い方と、あともう一個はね、えー、とね今回の恒大グループの場合は、集団はね、えーとうん、一応、ほら、k m マン法人だから、それで香港に上場してるから、バラスシーってあるんだよね。うん、なるほど。バラスシートあるんだけども、うん、2>, 2年前から債務超過なんですね。 なるほど。2> うん、2年前から債務超過で、まあどうして、あれで中国国内でこれ破産の申し立てができないかっていうと、実はね、うん、中国のね、裁判所っていうのはね、こうやって破産の申請すっとするでしょこれもう債務超過だからって破産認定してくださいって、破産の手続きするでしょ、うん、そうするとね、拒否するんだよ。裁判所が拒否するの受理しない。 <laughs> 受理しない、はい、それはどうしてなぜ,なぜかというと、そういうふうにしちゃったらね、もう,うあの破産というのが認定しちゃうということになるから、習近平起こるから、ね、ああそういうことが、<laughs> 習近平様が決める話なんで、裁判所は認定できませんということかだからねこ、こんな先進国でないんだよ、あのね、普通の先進国だとね、もうね、あの早く止めないと、もうその資産の取り合いになって、もうむちゃくちゃになるから、実は、はい、あのに申請があったときに、もう直ちに受理するっていうのは普通。 ああはい、これ、裁判所がね、いや、受理しないなんていうのは、もう日本ではまずないし、あの<あ>あの欧米でもまずないよ。ああ、なるほど。それなんですから、裁判所が受理しない、だからああどうなっちゃうかっていうと、要はもう潰れてませんって平気で言うんだけど、でも債権者の方は、ある人はもうどん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 ,どん、あの,あああので恒大の資産,資産を取っていっちゃうんだよ。ああ、なるほど。ああああという状況だから、 だからもうバブルが崩壊してどうのこうのって普通の,あの先進国の普通のシナリオっていうのを全くあの適用できないっていうか長期が見えないってもうドドグマのような世界でねな。なるほどで現状まあじゃあその法的な手続きは一旦棚に上げるとして高橋さん今見えてる例えばマンションが200万個400万個 <laughs> もう建設途上になってるって、こういう現状そのもので見ると、高橋さんってパ、パターンに決まってるんじゃないそれはまあ、売れなかったらさ、<laughs> あの要するにもう、 広大もそうだけど他の不動産会社の資産だってこれ事業用資産って言うんだけどそれが売れないってことだけでもう不良再建化しちゃって資産があの価値がなくなるからね、うん、そうするともうそこが破綻するのは間違いないこれあの不動産業だったら売れなかったらまずそだらすぐ分かるんだよね、うん、あの不動産業って非常に単純でお金借りてきて実はあれまあ物作ったっていうだけなんでその物のが普通に売れなかったらもうすぐ破綻するんだよ <laughs> だからそういう意味すぐ破綻するんだけど、でも誰も破綻するって言わないで、それじゃあどうしてこれで、ね、生きながらいのかっていうと、実はこれはあの国有銀行とあともう一個、シャドーバンキングっていうのがあってね、うん、シャドーバンキングってそういうところでね、うん、お金をどん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 流す仕組み、あと国有銀行を流すんだけど、流す仕組みがあるからなんだ るするとそれがどうなるかって言って、シャドーバンキングと国有銀行が最後、ばば引く可能性があるんだけど、これがよくもう、なんかシャドーバンキングになると、もう本当に闇の闇になって、大変だよね。恒大は今、大体債務が、えー、と40兆ぐらいある、えー、40数兆だと思うんだけど、あってね。うん 日本、うん、円にしてね。それで資産は10 30何兆だから、債務超か12兆円ぐらいなんで、これが表向きはね。まあそこは多分、こんな資産ないだろうってすぐわかるんだけど、うん、そこのシャドーバンキングの話になると、もうもっとすごい数字で、うん、えとなんだっけな、ローカルガバメントファイナンシングビークルっていうのあるんだよ。うん、中日本語に訳すと地方融資兵隊っていうやつ、ね。これはさ、 えと1300兆ぐらいあってっていうかこれもさ、はい、IMF がコンサルテーションしてるのにさ4、うん、入してるんだけどそこでも資料全然出さないでもう IMF、うん、も治療に参ってるんだよねこれね。なるほど。うん、それがもうでも多分中国の隔離細胞になってるってそこはあの落側に資産があれば大したことないんだけどそのようにもしね あのマンションが売れないとかね、とんでもない話になってったら、もうそれはあれで資産価値なんて半分以下になってるはずだよね。なるほど。うん、だからものすごい大きな、あれだよね、日本の不良債権の比じゃないよ、日本の不良債権なんて大体債務で100兆ぐらいの話でさ、これで、ねうん、回収がまあ、それでまあ1、2割ができたと思うんだけど、そうするとだからネット債務で80兆ぐらいのレベルだったよね。うん、それなんと全くもうレベルがかがたく違うぐらいの大きな話になってるんだけど、でも誰も、 誰もっていうかその、うん、と破産とかそういうのしない,しないから、うん、もう全くそのままどん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 あれだよな、うん、あのいろんなのが膨らんでるって状況だよなるほど。そうなるとね高橋さんあのこの行き着く先っていうのは高橋さんは多分直感で分かってると思うんだけどこれ分かりにくいよね。分からないの高橋さん全部<で>数字もごまかすっていう世界になるよね。<laughs> うん、あのだからあの 私なんかも中国行った時にね、まずその会計制度が重要ですね、はい、ってって、不養再建の提起とか、そういうの一応の中国の,あの、なんかと、えーっと、中国政府に言ったことあるんだけど、うん、全然もう、そんなの、うん、そんな話なんて聞く耳を持たない、そんな感じだったよ。なるほど。うん だから、ちょっと中国政府なんだかわからない。わからないけど、もうね、あのはっきり言うと不動産の取引はすると、賭け、賭けでもしか不動産取引したら、それはみんなね、もう損失見たくなるから、うん、誰も取引しなくなるよね。うん。だから多分、不動産は現金の取引しかしない、ね。そういう形になる、うん。うん。 そうす、ん、るほど、うん、ちょっと取引量がタンといるから、もうその兆候は出てるから、うん、GDP の3割ぐらいがお父さん取引なんだけどね、それがちょっともともと大きすぎるんだよね、うん、中国はね。その大きいのがどん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 縮小してるてそんな感じかな。なるほど、うん、そうなるとね、じゃあ、言葉からわると、中国政府あるいは共産党さえも実態が分かってないという。<laughs> あの、分かってないと思う。あの、実はね、これはね、日本の場合もね、最初ね、分かんなかったんだよ。はいはい。一番最初。それだからみんながいろんなこと言うんで、<ー>それで、なんか私なんかさ、その、結構真面目にね、<ー>この不良体験の定義きちんとして報告取とか決めたんだけどね。するとだん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 かってきて、それだと、はい、まあ、あれだよね、融機関の検査をしながら、もう不良体験全部潰し、もう一個一個潰すって、そういうことをやったんだけどね。はいはい。はい でも多分中国だとそれできないね、うん、くらいに大きいのが大きいっていう感じがするね、今ね、うんあ。なるほど。そうなるとさ、これはさ、ビッグワンじゃないけどさ、うん、ある種の爆発みたいなことになるの、うん、爆発が起きないかもしれない。起きないんだけど、もう必ず、あのー、必ずなんか、経済取引はもう,あおもう進まないよね。取引が成立しなくなる。 それはそうだ,よだって、なんかこう、あるものの交換っていうのが経済の一番の出発点あから。だから、いみんな信用取引みたいに言って、駆け売りして、だいたいうまく回っていくからね。それ駆け売りができなくなるから、ああもうほとんど取引成り立った、ああ不動産取引成り立たなくないんじゃないよ。不動産取引なくなる。で、極端なこと言うと、じゃあ人民元の取引みたいなものもなくなるっていう、そういう世界になってくなるな人民。人民元の現金ぐらいしかできなくなるからね。 でも現金に対するこの信頼が失われたとさ、かつてソ連崩壊の時にブツブツ取引が起きたように、あああいうこともあり得る、うん、そうね、人民元、人民元は多分なんか、人民元のデータ自体がほとんどん認識なんだけどね、あのね、<ー>中 モ、うん、ネタリーベースって数字はさ、うん、あ,のあれ、発表しだしたの2000年、1998年ぐらいからだけど、どうも違うんだよね。もうだからもう全部が違うからさ、もう信じるところがないんだよね。うん、ああそうするとねす、すごく経済の現象的形態に立ちの戻って、要するに俺が欲し,欲しがるジャガイモとお前の玉ねぎを交換しようみたいな、そんなことになってるそれは不動産ではそういうことはあり得ちかもしれないね。あり得る。うんうん だから、なんか、あの他のなんか、まあ取引は別かもしれないけど,、うんどうか、不動産取引について言ったら、もうほとんどあれだろうね、駆け売りができないからね、あのうん、人民元を経由とか、銀行の後で決済しますとか、ああカップ販売とかそういうのも無理になるんじゃないな。ああああそういうのもなくなってくるわけねだってあああの、不動産なんて全部現ン生であああの、一時金で全部払える人なんて少ないでしょ。 ね、でもそういうのじゃないと取引成立しないっていう感じになるんじゃないかなこれからあ、そうするとだよ、例えばじゃあえ、ショッピングセンターあります、これからレストラン開業します、うん、でレストランの,あの家賃をどうのこうのって話になったときに、もうお互い相手信用できない、うんえー、状態のまま、うん、あレストランの賃貸契約を結んで、で現金で払って。 あるスペースを確保するっていう、そんなような、そういうような経済のイメージかな。そういうね、あのまあ、考えにくいけど、そういうふうになるかもしれないね。あ<ー>もうと,とてもいいじゃないけど、普通の国とはちょっと違うから、大体だからさ、はい、アメリカで、 破産申請してて、まだ破産してないって言ってるっていうのは、ないでしょ <laughs> なるほど。うん、<あ>これな、なんで普通、なんかマスコミの人言わないのかなと思うんだけどさ、要するに、<あ>ああの高大からしてみたらさ<あ>あの、対外資産をさ、自分の資産をあの保全したってだけなんだよな。ね、ああアメリカでねうん、うん あとんでもないって話でさあの、アメリカから見たらちゃんと破産手続きしろよって言うんだけど、普通はこれは自国でやるからね。うん、なるほど。うん。なるほど。自国でやらないからね。なるほど。わかった。じゃあ、それで、じゃあ、じゃあ、実態として、バブルの正確な定義はそういうわけで、全くブラックボックスでよくわからない。としても、高橋さんも実態としては、もう経済はかなりもう破綻していると。まあ、こう見ると。うん。いうことでしょ。それでさて、その次。そのいう実態を受けて、 政府の対応の財政政策と金融政策の話をちょっと聞きたいんだけど、この財政金融政策っていうのは高橋さん、まだ可能だと思う効果があるかどうかな、はい、要するに、もともと GDP がよくわかんないなところだからね。ううん、だから、この間ちょっと利下げしたけどさ、そそれそれああなんじゃダメでしょうね。ま、だあなんじゃダメでしょう。 利下げしたところで、だから、多分あ,あ,あの物,物価統計もそういうの、多分意識やってると思うんだけどねああん、猛烈に不動産価格を反映させたら下がってるはずだよね。 うんと大変な状況になってて、だからそれが一部失業率に出ちゃうんだよね、ちょっとね。失業率はもう公表しないって話になって、うん、もうますます分かんないよね。なるほど、うん、失業率なんてちょっと公表しちゃったら、やばい数字ばっかり出てくるんじゃない、だからあれ、もともとチキなんだけど、インチキの数字すら公表できなくなっちゃったそう,そう。あの16歳から24歳の若年失業率の公表やめたよね。うん あれだけかちょっと真面目なあの統計だったんだ。真面目っていうかそれほどでもないんだけどね。うん、あの、一般の失業率と全然乖離してて、ずいぶんひどすごく乖離してるなと思って不思議な数字だったんだけど、うん、でもあれも出せなくなっちゃったわけでしょ、もうん。なるほど。ま,ますますわかんなくなるよね。で、あんだけでも失業率があるとする、高いとすると、うん、多くの法則っていうのはあるんだけど、GDP はかなり起こってるよね。 あはいはい、そこから類推してない類推すると。それだから、うん、すごい GDP が起こってるって、あんなそのプラス成長なんて多分なってなくて、GDP が起こってるってことじゃないと、うん、輸入が落っこちる理由はよくわかんない。そういうことね。うん、うん。だから輸入は結構正しいんだよね、数字としてはね。うん。だから輸入がっこっちゃってて、それで。うん 本当は消費はもうちょっとこっちではずなのにと思うんだけど、うん、消費は結構、結構伸びてるから、変だな、変な数字なんだよね。うん、あの、中国の GDP 見ると。なるほど。確か輸入も2桁台、二桁台で下がった。近いよ。そう、怒、うん、ってるよ。あれはだから普通消費と連動するからね。うん、うん、なるほど。 うん、海外品を買うという輸入になって、ね、国内品を買うと消費商品になるから、結構、可処分所得か連動するんですよ。うん、なるほど。あのだから、ちょっと、うん、長期的に考えると、GDP もかなり落っこっているはずだし、うん、まあ、あれだろうな、一部の,あの富裕層は別としては、一般的には GDP はかなり苦しいんじゃないかなというふうには見ますね。なるほど。なるほど。<laughs> だって、それでね、財政金融政策の話だけど、これ、高橋さんもご存知だと思うけど、私あの、この間、アダム・ポーゼンが、フォーリンアフェアーズに書いたペーパー。 を見て、うん、ほーと思ったんだけど、それはね、つまり新型コロナ政策、ゼロコロナ政策とその解除っていうのを途端に極端に右から左へ振り揺れ動かしたもんだから、家計や企業が一切その政府を信用しなくなったと。 だから財政政策や金融政策への効果も失,な失われているんだと。まあこういうすごく根本的な指摘をして、私も目から鱗だったんだけど、こういうご意見について、高橋さんどう思う前からそんなに信用してないから、ああなんかあれだよね。あの、信用してない。<laughs> 確かに。それで、もう、もうもうあの、えー、っと、 この習近平の3期目になったときに、中央銀行の総裁なんか、こロって書いたりしちゃったでしょそれで、中央銀行自体を人、あの共産党の下の株機関にしちゃったからね、もう多分その話にならないってレベルだと思うよ。 その財政政策じゃなくて、まあ、金融政策なんかでも超ど素人はやるって感じになってるよね、もうね。うん、なるほど。だから普通のあれでね、うん、あの全然、なんか欧米の、なんていうかな、博士号とかそういうのと全然関係ないような人がやってるからさ、とんでもなくて変な政策だし、だからコ,ロナコロナの政策もさ、筆が大きいって、うん、だから前、前、ま、もうもともとでも習近平の3期目の体制になってから、経済マクロ政策っていうのはまず無理だなって思うような体制だったけどね。うん なるほど。うん、うん。それがなんかよりはっきりしちゃったっていうことぐらいだと思うけどね。うん。だから今回のコロナになってすごくあの極端に出たわけでもないと思うけどね。なるほど。うん、ただ、普通のその国民、要するにマグロ政策なんかのことをご存知ない、普通の国民でさえも、この新型コロナの極端なブレによって、 政府とか共産党っていうものに対して、まあ、こいつらはも全く俺たちのおこの暮らしの防衛には役立たないし、むしろ何が起きるか分からないから、もう当面はもう貯蓄で金をため込むしかないというふうに思ったと、でそれが、うん、消費、いくら刺激策をやっても効かなくて、皆さん、もうタンス預金ばっかりしているんだと、まあ、こういう指摘なんだよね。うん、うん これはな、なるほど、そうかとお、私も思わされるんだけどさ。中国でももともとさ、あれじゃない、景気刺激策するのはさ、ほとんど高級事業だからな。うん、まあ、それはであれだよね。あの、商品あんまり頼ってないからね。ちょっと、ちょっとそれは、あ,あの、ちょっとずれてると私は思うけどね。ああ、なるほど。うん。要するに、ほとんど、あの、中国の、えー、GDP のを見て大きいのは、あれなんだよね。うん、あの、投資部門だけなんだよ。投資部門、ほとんど公的部門だから。 ポーゼなんか、多分さ、そういうのって、ああの中国の GDP 構造っていうのが、あああの西洋とかね、先進国と全く違うっていうのは、ちょっとちょっとちょっと勘違いしてるんじゃないかなと思ったけどね。あなるほど。うんうん、だから本当、消費関係ないで、はっきりうと、うん、中国においては。 うん、だからもう公的部門の投資だけなんだけど、それは公的部門の投資っていうのは、ちょっとさっき言ったね、うん、えと地方の投資とかそういうので結構持ってるところ多いんだけど、うん、まあだからそれが地方のほ方ね富裕再建問題でもアップアップになっちゃって、できなくなってそ、そこから崩れていくんじゃないかな。うんうん、あなるほど、はいはい <laughs> なるほど。そうすると、あと大きな話として、うん、じゃあ、財政政策も、まあ、今の話で、地方もそういう投資ができなくなって、あの財政刺激策っていうのがちょっとやりにくくなってきてる。うん、それから、もう次は金融政策の方も、まあ、でたらめな人が運用するようになっていて、対してもう効かなくなっている、うん、が財政と金融だと。で、3つ目、こういう、そういう時は、 輸出に頼るっていう刺激策もあるんだけど、輸出はまあ、今落ちてるよね、ここはこ。輸出はもう、ほら、あのデリスキングってデカップリングじゃなくて、デリスキングって話になってるから、もうそれは、うん、難しいよ。もともとあれだよね、もう安全保障上の理由があってさ、それでもあの中国のやものはあんまり買い,に買,い買いにくくなってるからね、先進国では。うん かだからそれは輸出で頼るっていうのはもうできないんじゃないのできないと。うん、さて、そうするとね、話をもう一回全部まとめると、<laughs> 財政政策だめ、金融政策も効かない、もともと消費は大した割合を占めてない、だから投資もまあ、公共投資始はじめ落ち込んでいる、プラス今、輸出もだめ <laughs> となるとさ、 景気を立て直す政策っていうものが、ちょっと見当たらないんだけど、どうだろうな,ないよ。だから以前、<な>以前は IT 出ドライブと、あと国内の不動産投資で結構持ってたんで、<う>あとそれ、に公開投資で持ってたんだけど、うん、これはみんなだめだもん。みんなだめだよね。あのだから、不良債権問題っていうのがあるかと思うと、と,と,とてもじゃないけど、あの投資がやりにくくなってたろうね、うんうん、おそらくね。うんうんうん だからそれで、あ,のあとあの、いろいろ中国包囲網があって、輸出トライブもかけにくいという状況になってるんじゃないの、ね、今そうだよね。うん、さて、そうだとするとですよ、高橋さん、政策アドバイザーとしてはですよ、高橋さん、どう、うん、中国経済、どうやってアドバイスするこうなると、ま,まず、一番のは、あの要するに不良債権問題をの時けを抜くってところから始めなきゃいけないんだよね。ああ はい、で不良債権問題の棘って結構大変でさ、要するに会計が出たため、うん、あの破産制度が出たためって話になるとさ、もうちょっとそこ大変だよね、そこやるのね。ああうん、日本でもさ、なんか破産制度も、あの会計も出たためだったんだけど、あのそれを立て直すにやっぱり10年近くかかったのね。10年ねああ。でも習近平いるうちにそれやらせてくれないんじゃないの無理じゃないの無理じゃない。うん あの、要するにそんなことになったら俺の面ンをどうするかって言われちゃったらもう、うん、あの裁判所の人だってさ、破産法制、法律は,はあるんだけどさ、今でもあれだよね、習近平さんいるからさ、あの、うん、破産認定しないんだ。うん。それは無理だよね。 無理だよね。うんうん、そう思う。まあそれでちゃんとしたディスクロージャーっていうのは昔からあんまりやる気もなかったし、うん、あの会計制度もやる気もないから、もうそれは、うん、あの、私なんかこれ30年近く前にそういう話したことあるんだけど、その時も大してやる気がなかったから、も、ま、う、あ、無理なんじゃないの無理だと。うん、<laughs> さて、そうだとするとですよ、高橋さんの最終判定は、うん、中国経済はこれから、 相当長期的に停滞していくと。停滞するよ。だから、くるくマなんかそういうこと言ってるじゃん、やっぱり。そう。それにあの、外形的にはちょっとほら、人口減少もあるからさ、もう停滞する要素は山ほどあるよって感じで。ああ、そうね、ん。うん。人口減少だけは、もうすごく外形的に明らかになってるからさ、うん、あれだよねあのき。それも急速だから、うん、あれはあれだよね。あさすがにアジャストは少しするの難しいなってすぐ思うくらいだよ。くらいの、ね、変化だよね。うん。うん うん、そうすると、なかなかだから大変で。うん、まあ、あれだね。あの、私と関平さんがさ、さうん、最近本出してさ、うん、中国経済崩壊宣言って、ついにそういう本出しちゃったんだけどさ。<laughs> すっげー出てるよ。 <laughs> <れて>る <laughs> だっていい,いいタイミングだったじゃない。全くタイミングドンピシャだよね,ね。関さんはずっともしか昔からね崩壊するするって言って、私なんかさタイミングで言ってたわけ、もうちょっともすよ、もうちょっともすよって言ってたんで、それ<ー>で,<ー>で今回さすがにここまで来るとさ、<ー>ここでちょっときついなって感じになるからさ、もう今回いいやと思って、<laughs> <laughs> それ出したんだけど、ね。ドンピシャだったね、タイミングド <laughs> ンピシャだっもともとね、ま、だ昔はからね、私ね、 ほらちょっと長期的なあの経済の見通しの理論って1個持ってて、一人頭の GDP が1万ドルを超えるか超えないかっての、ね、民主主義指数と関係あるっていうのは、ああそういう研究が1個あるんだよね。ああはいはい。ああまあ言ったことあるかもしれない。中の罠そうそうそう。 サバ読んでるからまだそこに達しないかもしれないんだけど GDP 認識してるからねああこうやってでも3割ぐらいのサバ読みだとだんたいそこに引っかかってくるんだよ <laughs> <ー>でそういうのを見てあの3割ぐらいのサバ読みだっていうふうに読んでねそろそろ引っかかってくるなと思って<ー>私も関栄さんのその関栄さん十何年もう20年近く言ってるんだけどそれに乗ったんだけ、ね、ど<ー> <laughs> なるほど <laughs> なるほどあ GDP の水準も騒んでるんだけど、さば騒んだ水準で見,見ると、結構それぞれ中小とかの罠にも引っかかりそうなんだね。なるほど。そうすると、まあ、つい数年前までには、まあ、理論の話であったけど、さすがに高橋さんもこ今日の現状を見ると、いよいよ崩壊の危機に崖から転落し始めた、<laughs> こういうご判定というふうにっていい、うん、転落というか、少なくとも GDP は伸びないよ。 あともう、だからずっとインチキするしかないなと、統計をね。そういう感じになってると思うよ。なるほどさて、それとね、最後、あの、明日っていうか、明日公開のやつで、台湾の話もやるんだけども、それにちょっと関係する話で、その、いわゆる技術革新、えー、生産性の向上。 というようなものについても、まあ、このもまま非常に比較的に見て、つまり全体主義国、権主義国だから、あ競争がないし、技術革新もない、したがって生産性も上昇しないと、まあ、こういう議論があるんだけど、生産性の上昇については、高橋さん、ちょっとどういうふうに見てますか生産性ってね、どうやって上昇するかというと、投資がないと上昇しないんで、投資がないと。投資がないと、その具体化に技術を化できなくできないんだよね、それで生産性が向上しないんだよ。うん でさっき私の言った話だ、うん、投資がみんなアウトだから、生産性はもうそこからあの延期されるんだけど、生産性はもう向上しない。うん、向上しない。投資がないから。投資がないから。そうすると、例えば、えーまあ、これ、軍事に直結する半導体の性能向上みたいなものがこれから期待されるか、ここです無理だよ。無理だよだ あの、半導体で、なんか中国製だって言ってる CPU が秋葉原かなんかに出回ってるんだけど、完全にアメリカのパクリだもん。もう何世代か前の。はあ、あ、何世代前のパクリ前前のしかできない。なるほど。うん。何世代か前のパクリでできるけどね。うん。 なるほどだからもうそれはもう半導体の話についてやっぱり先端分野はもうまず今までずっとバクってきただけだからパクにはできると思うんだけどやっぱりさ,、うんうん、さすがにもうあれだよね製造装置とかそういうのも全部日米とオラ,だっけオランダかなんかで閉めちゃってるからもう難しいよね。うんうん、なるほどだからもう輸出が中国け輸出がほとんどできないからもうこの分野は。もも、うんうん、もうそれも影響もあるし それとあと今までの自力でやってこなかったからもう今は何もできないよね。もうねできないなるほど。うん、そうするとねちょっと数年前にね非常に話題になってみんなぎょっとした話で中国製造2025っていうプランがあったでしょ。<laughs> これ来年再来年にいよいよ迫ってんだけどこれはどうだ無,無に決まってんじゃん。 そうね。中国製造2025で、半導体はますます先端化し、例えば量子コンピューターみたいなものを作っていくんだと、こういう宣言をしてたわけだけど、あれは。量子コンピューターはできるかもしれないけど、すごい,い,い性能のいいのは難しくなるんじゃないかな。ああそうね。あ、うん、だからそれ古いのはできると思うよ、いくら古いのはね。あうん。なるほど。<laughs> 非常に単純でしょう。<laughs> 要するに経済成長がないと、技術進歩も全部起こんないんだよ。 みんなの、なんか技術が先にあって起こるかっていうふうに思っちゃうんだけど、全然そうじゃなくて、実はけああ結構、成長が先にあるから、いろんな技術もついてくるってところ、要素大きいんだよねああ成長があるから投資して、まあ、要するに競争が起きて、それで技術が進歩して、生産性が上場する、うん、そ,それであのいい好循環に回るって話なんだけど、その好循環が切れると、もうぱたとアウトになるので、うん、ん技術がっててもだメだし、だから成長しないとまずだめなんで、すべてがそこで全部、帰着するんですよ。 なるほどする。というわけで、今日は全体像、ここまで全体像、全部高橋さん語ってくれたの、今回初めてじゃないかと思うんだけど、あの聞いてる皆さんもよく分かったんじゃないかと思いました。うん、はい、どうもというわけで、明日は対マン問題について議論したいと思います。どうもありがとうございました。